郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、リスナーの方から質問をいただいています。早速ですが入っていきたいと思います。女性の方からです。感想とともにいただいてますので、せっかくなので感想からというか、同じ方なんですけど続けてお話し、したいと思います。北川先生、ご無沙汰しております。昨年小国の楽進会に参加させていただいたものです。あの時の北川ファミリーの、親切さ、身のこなしの美しさに心を打たれました。本当に運命を変える出会いとなりました。感謝してもしきれません。ポッドキャストも全話欠かさず、仕事中に聞いています。 ありがとうございます。早川さん、僕にもいただいてます。ありがとうございます。いつも恥ずかしがり屋の北川先生の話の引き出し役ありがとうございます。これからも理路整然とした早川さんの鋭い質問を楽しみにしていますということで、ありがとうございます。さあ、ということでこの方から質問をいただいています。読みますね。先生は行き過ぎないということをたびたび口にされていますが、僕は、ごめんなさい、男性の方ですね、すいません。僕は、人間過剰にやるときがあった方がいいのではないかと疑問に思っています。先生が、行った40日間の断食は、3日間の断食を経験した私の感覚では、どれだけ過剰にやってるんだよといった感覚です。その点を聞かせ願いたいです。質問とはそれますが、私は今仕事や遊びに真剣に自分と向き合うことを過剰にやりたいという気持ちでいます。先生の近くで断食した時には、私は何もいらない、空の青さ、蝶が羽ばたく瞬間、川の流れ、水の冷たさ、何もしなくてもこの世界は本当に美しいと感じましたが、今自分がやっていることは形になり、それが自分の仕事となるように、いろんなことを過剰にやっています。ひどくハイになる時もあれば落ち込むこともあります。落ち込んでいる時は本当に苦しいですが、抜けた時、あそこまで行き過ぎてよかったと感じる時があります。先生の意見をお聞かせ願いたいですということで、ね、先生オーバーしないとおっしゃってますが、オーバーすることが逆にという今気持ちが多分、ね、あるという、非常に面白い質問かなと思いますけど、男性ですよね。そうですね、2つのことを感じるんですね。最近50代から60代でやっぱ経営者の方がよく来られるんですよ。あ、そうなんですか。先月も訪ねて来られることが多くて、その人たちがこうみんな後悔していることは、30代、特に40代、50代でこうがむしゃらにやってきたって言うんですね。でも一般的には一番やる年代ですよね、一般的には。あんまりがむしゃらにやってはいけないと思いながらがむしゃらにやってきて、今その60近くなってもその癖が抜けないと言いますかね。では心に余裕がないっていうことが本当に何人も来られるんですよ。みんなこうもう少し余裕があったりゆったりとできたんだけども、結局車で言えばもうハイスピードでブレーキが効かなくなってる状態って言いますかね。だから30代40代の頃はやっぱりもう少しこう巡航速度って言いますかね、速度をこうしてこうがむしゃらにやらないっていうことを、そろそろこう荷物を軽くしていくっていうのも、ブレーキが効かなくなるという人たちがたくさんいらっしゃるんですね。で、私がなぜこれ言うかというと、あんまりブレーキ効かない、その、はいって言いますかね、この方アクセルだけ踏むみたいなね。そうなんですね。やると、結局、自己満足と、それから達成感に生きてしまうんですね。一番問題なのは、達成感に生きるとですね、自分の望みと自分の希望とかをやってしまうと、相手の、なんていうか、望みとか心とかいうものを無視してこう、無理やり達成してしまうから、多くの人を、傷つけてしまうことが多いんですよね。だから今はその、灰になって、自分がこう悟れられたとか、行き過ぎてよかったとか思ってますけども、その後に来るのは絶対こう人々から の苦しみとか悲しみとか恨みとか、傷つけられて嫌だった思いっていうのがこう返ってくる時あります。だから私はそこをちょっといつも言うのは、罪を作ってしまう生き方っていうのがあるんですね。だからその、この方も達成感を追いすぎてて、この間ある方が言ってたけれど、結局自分はそこ経営者来て、自分はそれをずっとやりすぎて
なんかあこれじゃいけないと思って何か方法ないのかなと思った時に私の話を聞いて、そうだ、自分はこう数字ばっかり追ってた、なんて言いますかね、範囲になって、あの過剰にやってしまって、なんかこうすごいギクシャクして無理やりやってしまったって言いますかね、それから会社がこう固まってしまって動かなくなった時に僕のところ来たんですけども、はい、ちょっとそうじゃなくて、こう私が教えたのは幸福感を得なさいって言いますかね、幸せ感、達成感じゃなく、うん、あ達成感で、それをすると言って、今日から数字をやめるっていうふうに言ってやめたら、ものすごく伸びたって言うんですよ。ああ、面白いですね。数字を追わないと数字が出ると、はい、逆に言うと。そうなんですね。コロナなのになんでこんなに伸びたかって言ったら、みんなの充実感、うん、別に達成感ではなくて幸せ感、充実感、うん、意欲とか、それから周りを幸せにしていくと、逆にずっと創業以来、始めて以来ずっとこう、まあ、あのびっくりした、いい成績はいいって言うんですね。でもやっぱりその中で一人どうしてもそのこの方と同じで達成感に生きてしまって、うん、やりすぎる人がいるって、そうしないと不安で仕方ないっていう、その人が言ってきたんですね、うん、らしいんですよ。社長さん、僕はそのですね、社長の言うように幸せ感とかやってたら生ぬるぬくって、うん、そのもう少しあのやる気が出ないとか、どうしたらいいんですか、私は目標と数字を追いかけて達成感に生きていきたいとか言ってる人がいるっていうんですね。でもまあその方はやっぱりどうしてもこう他人の意見を聞かないとか、強引とか、それから傷つけるとかいうところ、その路線をこう、うん、走ってしまって、おそらくその奥にあるのは不安感だと思うんですね。そうですね、うんうん、何もやらないとか、だからもう少し幸せ感にこう気がついた方がいいのではないかな、うん、まあ、この方にもなんか男性ですよね、うん、あの自分の達成感とやる気だけじゃなくて、うん、まあ、そうやりすぎると相手の幸せ感を潰してしまうという結果で、はい、うん、後で苦しむだろうと思いますね、うん、なんか先生おっしゃってるね、うん、そのまあ、投げたや帰ってくるとか、特に、ね、人生の折り返しからとかも結局その辺とも比例しそうですよね。だからもう一つ感じるのは、歩むという字が古代人が作ってるんですね。歩くという字、はい、うん、やっぱ人生を歩むってから、はい、まあ、全て経営も生きることも走るのではなくて、歩むって言いますかね、止まる少なくですもんね。そうなんですよ、うん、だから、まあ、走るのと歩むのは違うんですね、やっぱ、うん、まあ、人生はやっぱ途中で40代走ってばっかりいったら息が切れて、ね、うん、潰れてしまうでしょうけど、やっぱり淡々と一定速度で歩んで休んだり、なんか力をため込めて、それから幸せ感に生きるというのが歩むなんですね。今早川君が言われたように、こう止まることが少ないっていうことは、逆に言えば何ですかね、時々止まりなさいっていうことなんですね。そうですよね、確かに、うん、だから時々休みなさい、うん、でそこに、でじゃあ休んで何するかって言ったら、幸せ感を味わいなさいって、休んで、はい、あ、うん、ゆっくりとしたこう空気や穏やかさとか幸せ感とか、うん、そういう人のエネルギーを充実して、はい、周りもこうなんとか元気にするっていうかね、だからまあそういうことを人生で味わわないと、やっぱりこう途中で息切れして、息切れするだけじゃなくてトラブルを巻き込んでしまうだろうと、スピードばっかり出してると、速度を緩めないでやってると、やっぱりなんかその自分の快感だけに生きてしまうんですね、はい、うん、で男はどうしてもその達成感を追ってしまう、そうですね、はい、で女性はやっぱり違うと思うんですね、この幸せ感を追うって言いますかね、うんうん、確かに、だからまあ、いつもこう言ってるんですけど、早川君も多分そうだと思いますけども、うん、まあ、分かりやすいのは、おいしい、食事、パンとかなんか食べた時に、はい、早川君は、あ、おいしかった、よかった、楽しかったって言いますよね。まあ、なりますよね。で、そこで、まあ、食べて、このおいしいのを知られて、あ、幸せ、幸せっていう、つぶやかないですよね。まあまあ、言うとしても最初にまず美味しかったときますよね、うん、でその後ですよね、でこれ幸せっていうつながらないですよ、うん、なかなか男の場合はね、うん、そうですね、で女性の場合はもう全員がもう9割 95% の以上の人がね、うん、あ、食べて美味しかった、幸せって必ず幸せって言うんですよ、あ、やっぱり幸福感、充実感、うん、だけど男は達成感で終わってしまうけど、女性の場合はそこから始まるんですね、
達成してそれを幸せ感につなげていくという能力があって、まあ、女性の世界の方が正しいと思うんですね。我々はあの幸せ感をこう男はこう、うん、もう一段階行かないとって感じしますね。持てない持てない男はね、はい、でも、まあ、21世紀はあのこの方のように やる範囲になって、やるっていうのはやっぱりその時代は過ぎたと思うんですね、うん、戦国時代とかそういう時代は確かにそうだったし、今 あのロシアとあのあそこでもウクライナも一緒ですね、まあまあ、結局破壊につながってしまうんですね。達成感のどこどこまでどこまでって言ってしまうと、だから私はそこをなんかやっぱ心配しますね。でも本当そうですよね。なんかギシギシしてしまう世界につながってしまう、うんうんうん、まあ、女性の持つこの世の中の幸せ感っていうのはやっぱ、うん、まあ、50代60代になって分かってくるんですけど、うん、それを見つめると、まあ、平和と穏やかさと、うん、順調っていうのがやってきますね、うんうんうん、なんか30代40代こそですね、なんか、ね、一般的に一番脂乗ってこう仕事がみたいな、まあまあ、それはそれであるんですけど、うん、先生おっしゃるようになんか自分も今41なんで、なんか割ともちろん全然まだまだですし、この方 あの気持ちもよくわかるんですけど、逆にやっぱりここに書いてる通り、何でしょう、こう乗ってる時はいいんですけど、落ち込むことがあるっていうのは、逆に言うとなんかそういう見えないものだったり自分自身の本質的なところはなんか実はブレーキかけようとしてくれてるんじゃないかなっていうのは、やっぱ気づかないとどこかで必ず歪みが特に当然他者に対して出て、結局最後自分に戻ってきますよね。過剰なエンジンのかけすぎるとやっぱ熱を持ち必ず生じるんですね。はい、やっぱ熱っていうのは発火っていうかね、壊れることにつながるので、うん、まあ、あのもう少し巡航速度といいますかね、うん、あの車で言えばローとかセコで走り続けるのと一緒で、エンジン音とあれはするけど効率は悪いけど、もう少しこう、うん、あのまあ、トップ 5段階の5ぐらいで走るようにして、景色と周りを楽しみながらいつでもブレーキかけて止まれるスピードっていうのがやっぱり人生、うん、あの私はずっと生きていて、そういう人たちの方がやっぱり幸せ感の中に生きて、うん、トラブルが少ないですね、うん、どちらでもいいんですけどね、トラブルって喧嘩しながらで、うん、お金もしながら最後はトラブルの中で生きていくっていうのも、うん、まあいいでしょうけれども、うん、私はそっちではなくて、日本人は大金持ちよりもまあ平凡で、まあ、少し余裕がある生き方で、トラブルと平和感と人を傷つけない生き方を皆さんに勧めていますね、うん、私はそちらの生き方ですね、うん、で 別にこの人を咎めるつもりはありません、うん、そのきっと必ず人を傷つけてしまう、行き過ぎてしまうんですね、自分の快感、うん、だからまあそのことに気づきながらやって、そのことをして生きるといいと思う、まあ、そこでまたそれも学びになりますよね、確かに。そう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 、先生、そういう意味ではせっかくこう収まり良かったんですけど、この方ね、あの質問のところでありましたけど、先生ご自身ね、まあ、その言葉だけを事例を捉えるわけでなく、この方も言ってるとは思うんですけど、そうは言っても一応その40日間の断食、3日間の断食からを経験した彼からすると過剰、どれだけ過剰、まあ、確かに人類から見てももう数えるほどしかやってないと思いますけど、先生それは今のその過剰に、まあ、いやオーバーしないということと先生の中で別に相反してるわけではない。あ、40日間あれは過剰ではなくて、なんか一つのそこの道、その世界、光の世界はそこに行かないと、うん、入れないって言いますかね。だからそれはこう必死で目指したんではないって言いますかね。そこに来るのはとても心地よかったし、そこに過剰ではない、導かれたっていう感覚ですね、うん、だからあれは決して過剰ではないと言いますかね。安らぎであると達成感とか でやったものではないってことですね。数字とかそういうものではなくて、なんて言いますかね、境地ですね、うん、心の境地、自覚、目覚めって言いますかね、うん、その世界に行くための道を歩んだに過ぎないから、ちょっと急いで歩んだわけでもないし、いわゆるさっきの話、がむしゃらではなく、先生の先週、先週の方じゃなくて、光の小道に進んでった感じですよね。そうなんですね、導かれてたって、いつも精霊たちが言ってたからですね、うんうん、それを道を途中で諦めずにこう、最後までやり通したっていうことですね、うん、そこはがむしゃらっていう感覚はないですね、がむしゃらとか、急いだとか、達成感とか、今のは何もなくて、はい、導かれるままに、
ゆっくりと会えた感じですね、うん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 、だから終わった後の、なるほど、あのなんか悟りみたいなのがたくさん得られましたね、うん、神とつながることができたっていうかね、うんうん、なんか、うん、それはなんか全然あのそういう数字とか現実的な生き方ではないですね、うん、精神的なものだから、はいはいはい、あでもなんか悟りの世界だからいいですね。オーバーしない、まあ、過剰に生きないっていうことを先生ずっとね、確かにこの方も感じてるように先生ことあるごとにこのポッドキャストでも講演でも当然本の中でもおっしゃってますけど、なんか今の部分ってもちろん分かってたつもりですけど、なんかこうより今日の回深い説明というか、お話ですよね。つまり表面的にその何かの物量というか何かをやることをオーバーしないっていうということじゃないですよね、今の話でいくと。そうですね、量とか 数字ではなくてじゃないですよね。悟りの光の世界だからですね、うん、なんかいろんなこうがむしゃらで自分が自分がって矢印なのか、もしくはこう何か自然と導かれるような、まあ、矢印の方向がどっちかっていうのがなんか大事な感じしますね、ちょっと、うん、穏やかな光と安らぎと導きの光があるから、うん、そちらに歩んでたら43日間46日間だ経ってたっていうだけの話ですね、はい、うんうんうん、目標を持ってやったわけじゃないからですね、はい、うんうん、言葉で言えないけど、はい、なんかそういう体験と境地という、うん、境地ですね、この際 境地を得られることをお勧めしますね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を引き続き募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス北川 @kiktas.jp までお寄せください。さあ、そして先週もお届けしましたが、先生の、新たな、小冊子ですね、光の小道シリーズが、リリースされました。詳しくはですね、北川先生のホームページ、ぜひこちらも、チェックしてみてください。そしてもう一つ、千葉で、断食会が、来月開催されます。6月10日、から12日2泊3日、国民宿舎サンライズ九十九里で、開催されます。定員20名となっておりますので、こちらも、お早めに、お申し込みいただけたらと思います。今日は、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。